こんにちは、寺戸雅子です。お忙しい中ご参加いただき本当にありがとうございます。私たちは町内の皆様にアンケートをお願いしています。今までに300通近いアンケートが返ってきています。ご協力ありがとうございます。そこには生活が苦しくなった、医療の体制が不安、もっと子育てを応援してほしいという声をたくさんいただいています。街角でビラ配りをしているとき、シルバーカーを押して歩くおばあちゃんに会いました。どちらに行かれるのかなと思って声をおかけしたところ、4月から税金が上がる、わずかな年金ではもう食べていけんようになる、なんとかならんもんかねと小さな声で話されました。手紙もいただきました。あなたの演説を聞きました。明日からの消費税増税をなくしてください、老人は生活ができませんという内容でした。別の日にはお店の明かりがついていないのでお休みかなと思いながら入ってみると、奥にはお店の方がおられて、2人でもお客様が来てくださるので閉めるわけにはいきません。でも電気代が大変なので明かりを消していますと話をされました。消費税は社会保障充実を口実に導入されました。しかし社会保障は良くなったでしょうか。消費税は大企業の法人税を減税するために使われているのが現状です。弱い者いじめの消費税は中止するしかありません。また夜津和野の病院が空いてないから安心して眠れないという話や、入院している家族を近くの施設に預けたいが入れそうにもありませんというお話、このように一生懸命働いてきた方々が安心して年を重ねることができない社会はおかしいと思います。若い世代にとっては住みよい街でしょうか。今子育てに大切な保育園の統合計画が町で提案されています。私は竹内議員と一緒に保育園の保護者の方とお話をしてきました。現在は地域の中に保育園があることで子育てを地域の方々にも助けてもらい、地域では子どもたちに元気をもらい、地域と子育て世代が一緒になったとっても良い環境だそうです。しかし、今日から提案された統合計画は、子育て中の方々には不安や不満がいっぱい、納得のいく進められ方をしていません。大切な子育てに不安や不満がたくさんある場所に、若者定住が進むでしょうか。これでは若者は離れていきます。もっともっと町民の声を行政に反映させることが不可欠だと思います。私たち一人一人が考えていること、思っていることを集めて知恵を絞って津和野町を変えていかなくてはと思います。今津和野町のような田舎の活性化なくしては日本の未来を続くことは難しいと思います。私は4月2日に国会議事堂近くの参議院会館で任期さんたちと一緒に国土交通省、農林水産省、厚生労働省、総務省の方々とお話をしてきました。津和野町の災害復旧の遅れや医師看護師の不足、高齢化の進む津和野町の課題を報告し、
養成を行ってきました。このように一町民である私が国への養成に参加することができたというのは、とても私にとっては不思議なことでした。日本共産党というものに出会っていなければ、私はこのような貴重な体験はすることはできませんでした。いつも庶民のことを考え報道する日本共産党が好きです。でも本当のことを言うと、最初はでした。その理由は分かりません。共産党という言葉を聞いただけで怖いと思っていました。しかし知り合いから、いつも弱い人の立場に立っているよ、一生懸命活動しているよなど聞き、その活動を見ているうちに好きになっていきました。私は若い頃から、絶対戦争をしてはいけない、勝っても負けても戦争はダメ、原発は恐ろしい、なくなってほしいなどと考えていました。その思いと共産党の活動が一致して、私も活動したいと思うようになりました。そして今ではこのような場所に立っています。私は津和野町に住んで30年近くになります。津和野町が大好きです。この町に住めてよかった。子供が小さい時には、隣近所の皆さんに随分助けていただきました。子供が悪さをしていると叱っていただきました。行方不明になると近所のお宅でおやつをいただいていることがよくありました。街で出会うと、こんにちは、大きくなったねと声をかけていただきました。津和野町を流れる川は澄んでいます。橋の上からでも魚が見えます。雪が降ると雪化粧に心が和みます。あんまり続くと困るんですけど、この大好きな津和野町に、そのためにも年を重ねても安心して暮らせる町にしていかなくてはと思います。この町で子育てをし、ほんの短い間ですが父の介護もしました。その経験も生かして、一人でも多くの方に津和野町に住んでよかったと思ってもらえる町にしていきたいと思います。暮らしを守るために全力を尽くします。皆さん、よろしくお願いいたします。